んたたち無事だったんだな。刀斬りはどうなったんだ。その件ならもう型はついたぜ。あなたはこちらで何を。あんたにいろいろ言われて目が覚めてな、山賊から足を洗ったんだ。ありがとうよ。分かっていただけて私も嬉しいです。それでこれからは何をなさるおつもりですか。王都に行って山賊料理の店でも始めようかと思ってるんだ。山賊料理。おい、山賊やってると金以外に食い物もいろいろ手に入る。それを組み合わせて創作料理を作るんだよ。キノコばっかりのヌスッと竹々しい丼とかさ、山賊風闇鍋の歩けば山賊に当たる鍋とか。ちょっと不謹慎な気もしますが、お店ができたら私も食べに行きたいです。そっか、嬉しいな。俺も真人間になって姉ちゃんに似合う男になるぜ。頑張ってください。あんた、あいつの話ちゃんと聞いてた。はい、もちろんです。こんな嬉しいこともあるんですね。おお、そこのお兄さん、立派な太刀を持ってるな。あんた、刀のことがわかるのか。刀鍛冶だよ。修行を始めて20年、ようやくまともなのが打てるようになった駆け出しだがね。20年もやってるのに駆け出しなの。そういう世界なんだよ。鍛冶職人の集まるこの島では特にな。鉱物の取れる量が減った上、豪馬に通じないと知って刀を作る職人も減ったと聞いたが、また増えてるのか。ああ、普通の人間が使っても無駄だが、タイマシが使えば話は別だ。もともと王国御用達だったカドニクスの剣や武器は清涼にも認められて盛り返しつつあるんだよ。ここの職人にとって清涼は生活を守ってくれる本当にありがたい存在なんだよ。何か用か。別に。そうか。なんで二刀じゃないの、特訓。いや、普通の修行さ。素振り10000回ってのがガキの頃からの日課なんだ。しぐれに一本でも打ち込みたくて素振りしまくってるうちに10000回振るようになってた。すごいわね。すごくはない。しぐれと切り合えばあのざまだ。だから素振りを10000回に増やそうと思ってな。10万回って何時間かかると思ってるわけ。知らん。無理よ。多分1秒に1回振っても1日じゃ終わらないわよ。そうか、なら1秒に10回振ればいけるな。あんたね。まあ10万回振ろうがそれだけじゃしぐれに及ばないって分かってるんだがな。太刀でも二刀小太刀でも意味がないと分かっててやるっていうの。豪馬にしたって矛盾しすぎでしょ。勝てない相手に勝とうって言うんだ。元から矛盾してるのさ。だから矛盾を承知で矛盾を超えてみせるしかない。矛盾を超えるとはいえ、夜更かししつつ眠気をなくす矛盾はなかなか超えられんがな。ならとっとと寝なさい。寝不足でしくじっても助けないわよ。そうしよう。ミッドガンドにいたはずの副長たちが
まさかアイルガンドで待ってるとは。副長はよく信じられないことをしますし、いい加減慣れてるつもりでしたけど、今回は驚きましたよ。副長たちは聖霊に殺されたかもしれないって情報も警視庁から聞いてましたし。今回は生きていたが、いつそうなるかはわからん。俺がいなくなった時の予行演習だと思えばいい。はい。それより大麻師の女なんか連れてきて大丈夫なんですか？目は光らせている。こっちが不利になるようなヘマはしない。まあ俺らも気をつけるようにします。なんだか海賊っていうよりサーカスみたいになってきたな。ベンウィックはゴーマとか平気なの？関係ねえよ。バンエルティアに乗ったからにはみんな海賊。それが俺たちの流儀さ。なんて船長や副長の受け売りだけどな。船長、アイフリードってどんな人？そうだな、一言で言うとこの海みたいなアゴヒゲ男かな。海みたいなアゴヒゲ。俺たちはみんな世の中から弾き出された奴ばかりだ。そんな俺たちをすねの傷ひっくるめて全部受け入れてくれたのがアイフリード船長なんだ。優しいってこと？海って優しいだけか？傷があるときに飛び込んだらどうなる？しみるし、痛い。だろ？それに穏やかな日もあれば荒れる日もある。浅いところ、深いところ、渦巻きだってある。怖くて不思議。そう、厳しいけど不思議で果てしない。だから命を張ってでも飛び込みたいって思う。大海賊バン・アイフリードはそういうでっけえ人なのさ。ベルベットみたいな人かな。なんでそうなるんだよ。俺か？俺の説明が悪いのか？ベンウィック、進路変更だ。レニード港へ向かう。副長、急にどうしたんですか？海賊病だ。下で3人倒れた。最初の兆候は3日前。お前はどうだ？俺はまだ大丈夫けど、3日目ってことはこの船全員もらってますよね？おそらくな。しかしレニード港に行けば治療薬が手に入るはずだ。すぐにみんなの状況を確認します。全員水分を多めに取らせろ。自分の分も忘れるなよ。了解。全員緊急態勢。死ぬかもしれないってのに肝の据わった連中だな。死ぬ？海賊病って死病なの？うむ、原因不明の高熱を発し、最後には砂のごとく崩れて死ぬという奇病じゃ。人が砂に？かつて視界を制した大海賊団の船で流行し、一味が全滅したことから海賊病と呼ばれるようになったとか。そんな病に私たちも感染した？人間はな。海賊病にかかるのは人間だけなんじゃよ。じゃあマギルーモでしょ？うぅ、そうじゃった。わしの人生もここまでのようじゃ。器に死なれちゃ困るわ。発症したらすぐに言いなさい。さて、俺たちも助っ人に行くぞ。エレノア以外はみんな働けよ。エレノア以外とはひどいではないか。わしだって感染しとるかもしれんのに。あんたは魔女でしょ。黙って働きなさい。やれやれ、これも死神の呪いか。魔女にまで迷惑かけるとはけしからんの。死神の呪い？
さて、薬屋はどこだ？確か海賊病には特効薬があるんだよな。サレトーマという野草の花だ。その絞り汁を飲めば海賊病は治る。今回は大事にならずに済みそうだな。安心するのは薬草を手に入れてからよ。ああ、行くぞ。待ってください。感染しているものが町に出たら海賊病が広まってしまいます。案ずるには及ばん。不思議なことに海賊病は海の上でしかうつらんのじゃ。空気中の塩分濃度が関係しとるとも、海水に潜む微生物のせいとも言われておる。真相は分からんが、陸で海賊病が広まった例はない。そうですか。本当に奇病ですね。すぐに戻る。お前たちは船で待ってろ。お願いします、副長。急ぐぞ。でも、サレトーマ、あれを飲まないといけないのか。エレノア？いえ、高熱の病気によく効く薬草なのですが、この世のものとは思えないほどまずいの。コーマも泣くっていうくらい。でも、薬だから死ぬより嫌？あ、泣き言ではありませんよ。子供の頃のことを思い出しただけです。六郎め、エレノア以外は働けなどと言いよって、わしもかよわき人間の乙女じゃというに。これは明らかな職業差別じゃよ。魔女裁判を起こして徹底的に戦ってやる。火あぶりにされるのはあんただけどね。あれ、エレノアどうかしたの？どういうつもりなんでしょうか。しぐれ様に私が刃を向けた時、六郎が投げた短剣は間違いなく私の頭を狙っていました。あの時は本気で死を覚悟しましたし、あの人の恐ろしい本性を見た気がしたんです。なのに、しぐれ様も六郎も普段はあんなで、私にはさっぱり理解できません。武士道というものかもしれんな。武士道？剣士の心得のようなものですか。主君に忠誠を誓い、親を敬い大切にし、弱者を助け、名誉を重んじて生きるという思想だ。つまり六郎は武士道の教えに沿って弱者である私を助けたと。傲慢になったとはいえ、記憶も人格も残っているんだ。武士道精神も消えてないと思うがな。武士道などあやつにあるのかの。あだなす敵はズバッグシャッビュービュービューン、霊国無比の必殺剣。それが蘭月の素顔じゃぞ。ベルベットが初めてあやつに会った時もいきなり切りかかってきたと聞いたぞ。それに先の黒金との一件でも坊に刃を向けたばかりじゃん。さっきの言葉に深い意味なんてないでしょ。あいつは切るという業の塊、野者なんだから。そこまで悪い人じゃないと思いますけど。怖がってたのはあんたでしょ。本性の怖さは感じましたけど、でも切るだけでもないと言いますか、その案外人の気持ちには敏感なんじゃないかなと。ほら、剣士は相手の気配を察するじゃないですか。じゃあ六郎は意外と優しいってことで。あ、でも優しいかどうかは微妙というか、私があれこれ言えるほど深く知っているわけでは。もうどっちでもいいわよ。この前、鎖付きの死体が網にかかったんだ。鎖付き囚人か。おっちゃんも？昨日俺んとこの網にも鎖付きで夜勤まで入った腕がかかったんだよ。ほんと心臓に悪いし、魚も空気しなくなるし、勘弁してほしいよな。
まったくだ。潮の流れから考えると韓国島からこっちに来てるとは思うが、本当に韓国なのか。おっちゃんも変だと思うかい。実は俺も変だと思ってるんだよ。島全体が韓国なんて言われてるけどさ、本当は処刑場なんじゃないのか。あるいはゴーマの実験場。実験場って何の。ゴーマの凶暴さを調べるための実験だよ。だから囚人を運んで餌にしてるんじゃないのか。悪くない推測ね。なんて、清涼がそんな恐ろしいことをするはずがないか。想像がむちゃくちゃすぎるよ。きっと悪い海賊が暴れてるんだろうな。まあそんなところだな。あの人なかなか鋭いね。そういや、お前は近づくとやたら注意されたのに、最近は巡視船を見かけないな。確かにそうだな。海賊が出てるんなら取り締まりをきっちりやってくれないと困るよな。まあしばらくは近づかないように気をつけようぜ。気づいたら隣に海賊やゴーマがいたなんて最悪だしな。そんな悪い奴らが近くにいたらよっぽど気づくとは思うけどね。鋭いのか鈍いのか微妙だね。面白い橋だね。この橋には曰くがある。もともとレニードの港はこの入り江にあったんだ。水深は十分すぎるほどあるんだが、見ての通りの狭さだからな。大型船はよほどの技術がなければ接岸できず、主に小型船の風待ち港だった。バンエルティア号はもちろん自在に入港できた。よほどの技術があるからな。自慢話。まあ聞け。そこでレニードの発展を願う村人たちは力を合わせてこの橋を架け、沖の島に大型船用の外港を作ったんだ。そうか、だから港と村が離れてるんだね。ちなみに資材の調達や架橋には密かに俺たちも手を貸した。やっぱり自慢話じゃない。それで村は豊かになったの。いや、外港ができた直後に清涼が船の航海を規制し始めたせいでな。自由な航海ができればレニードは外洋航海の拠点として発展できたはずなんだが、うまくいかないね。もっともそんな状況でも俺たちはボラードを利用して自在に出入りしているがな。サンドは突っ込まないわよ。探索船。ジェクソン港で聞いた話なんだけど、ゴーマの大軍が王宮を襲って大司祭様が亡くなられたそうだよ。宮って一番警備が厳しいんでしょ。大魔師様たちは何をしていたの。おお、悪事は順調に千里を駆け抜けてあるようじゃな。それは普段は人間の姿をしているのに、正体は人の2倍も3倍もある巨人みたいなゴーマらしいんだ。頭には角が生えてて、目は3つで、その目で睨まれたものは操られてしまうんだってさ。そんな恐ろしいゴーマの群れに襲われたんじゃ、いくら大魔師様でも逃げたとも。特等大魔師様が倒したっていう噂もあるけど、本当のところはわからない。僕たちはいつでも逃げられる準備をしておこう。また以前のように恐ろしい世の中になってしまうのかしら。角に三つ目の巨人とは、お主も随分な言われようじゃの。群れなんだから
あんたもその一人よ。繰り返すようだが、そのような事実はない。でも大司祭様はいつまでたってもお仕事にお戻りになってないっていうじゃないですか。本当はゴーマに襲われたんじゃないかって王都から来た人が言ってたんです。隠そうとした真実が漏れ始めたか。王宮の警備は他のどの場所よりも厳重だ。ゴーマが侵入するなどありえない。じゃがゴーマの群れが城に押し寄せたらどうじゃ。王宮を守る大魔士はトップクラスの実力を持つ精鋭部隊だ。ゴーマの群れなどものともしない。でも巨人みたいに大きなゴーマだったらいくら精鋭部隊でも厳しいんじゃないですか。そのようなゴーマが王都に現れたらもっと大騒ぎになっているはずだ。不安な気持ちもわかるが、我々の発表を信じて冷静に考えてほしい。不安であなたたちが混乱状態に陥ればそれこそゴーマに入り込む隙を与えてしまう。それは分かってるんですけど、やっぱり不安で。王都の噂が広まってきてるみたいだね。少しくらい街がざわついてる方がこっちは動きやすくて助かるわ。いらっしゃい。サレトーマの花が欲しい。珍しいものを欲しがるね。もしかして海賊病かい。ああ、最初のやつが熱を出して3日経つ。早いとこ手当てをしてやりたい。そうか、あいにく切らしちまってるんだ。なぜ品切れになる。今が花の季節だろ。サレトーマの咲くワーブ樹林にゴーマが出てな、清涼が樹林への立ち入りを禁止しちまったんだ。立ち入り禁止、退治していないのですか。よくわからんが、探しても滅多に見つからんらしい。100回に1回出くわすかどうかだとか。それ危険じゃないだろう。だが出会って生きて帰った者はいないんだ。海賊病、薬はない、清涼に妙なゴーマ、いよいよ死神の呪い全開じゃのう。他の町から取り寄せられるかもしれないけど、発熱3日目じゃ間に合うかどうか。ワーグジュリンに行けばサレトーマの花は咲いてるのね。多分な。でもゴーマが。ワーグジュリンへ向かうわよ。親父、もう俺は無理だ。この村で開拓なんてやってられないよ。また泣き言か。あの親子、なんだか不穏な空気ですね。放っておくでふよ。親子喧嘩は犬でも食べないと言いまふよ。それは夫婦喧嘩だよ。そんなんじゃない。もう10年になるってのに、この村は少しも豊かにならないじゃないか。年々寒くなって収穫は減る一方なんだぞ。ゴーマ病だっていつまでもなくならないし。だからなんだ、他の土地に比べたらウエストガンドのゴーマ病はむしろ少ない方だろう。よそはもっと寒冷化の影響やゴーマの被害が大きい。
俺たちは随分マシだと思うがな。開拓のことだけ考えてりゃいい俺たちは他よりずっと恵まれてる、そう言いたいのかよ。今すぐに結果を出そうと焦るな。ウエストガンドは広大だ。諦めずに土地を開き続ければ可能性は大いにある。100年後、1000年後、わしらの血を継ぐ子孫たちが笑って暮らせるよう、その礎になれればそれでよい。だから俺たちの子孫なんて言ったってどこに。そんな、お父様のお言葉感動しました。大魔師として一日も早くゴーマ病を撲滅できるよう、私も精進し皆さんの手助けをしたいと思います。おお、お若い大魔師様、ありがとうございます。ならば手助けの手始めにうちの息子の嫁になってやってくれませんか。え、このバカ息子は恋人に逃げられてからずっとこんな調子でして。すみません、そちらの方は私はお力になれそうにありません。ワーグジュリンのゴーマ？あ、知ってる知ってる、もうこの辺りじゃその話で持ちきりだもの。私が思うにきっとワーグジュリンにいるのは透明で見えないゴーマよ。見えないゴーマ？大魔師様たちが大勢でゴーマ狩りをしてくださったのに見つからなかったの。あるいは目にも止まらないほどすばしっこいか小人みたいに小さいか。今森はどのような管理体制になっていますか？あら大魔師様、ご存知ないんですか？はい、私は巡察官なのでこの地方のゴーマ退治の詳細までは知らされていないんです。そうですか、私も詳しいことはわからないんですが、大魔師様が交代で見回りをしているとか。そうですか、まだゴーマの正体がつかめていないのかもしれませんね。どうか一日も早くゴーマを退治してください。よろしくお願いします。はい、できる限りのことをさせていただきます。私たちの目的はあくまでサレトーマよ。悪いけどゴーマ退治には付き合わないから。分かっています。ゴーカケイラン7の方、2の方、3の方、
一つ三の方生きられた生きられた生きられた固めかけろ生きられた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 クラスター、こいつはどうだ生きられた追い詰められちまったが、俺の勝ちだな。とっとと死なすぞ攻撃を上げろ衝撃客ゾルクのところで二の方スイファーパッカッ四の方六の方クラスター生きられたスイファーパッカッ四の方六の方クイックネス効果ね逃がったよ生きられたスイファーパッカッ四の方本気を当てたい来いスイファーパッカッ追い詰められちまったが俺の勝ちだな。死神の呪いって何なのですか？アイゼンは自分の周りの人たちを不幸にする力を持ってるんだって。それは精霊の特殊な力ですか？ただの不幸ではないぞ。開門要塞では突然ゴーマ病が大発生したし、海賊団にも多くの死者が出ておる。そんな話にわかには信じられません。死神の呪いは本物でぐ。僕がエレノア様から引き剥がされマギルー姉さんにふんづかまったのも呪いのせいでぐ。そうなの？エレノア様の涙が乾くよう頬をふうふうした日々が恋しいでぐ。え、ちょっとここでエレノア様に再び会えたのも不思議なご縁。改めてエレノア様のもとへ。好きにするがよい。いいんですか？止めはせぬ。乙女の秘密をペラペラ喋る精霊が欲しいならな。結構です。私にはライフィセットという守るべき精霊がいますから。そんな、今はライフィセットに涙をふうふうしてもらってるのでほうか？してもらってませんってば。もうあなたなんて知りません。ビーン。何ですか？ライフセットにはそういうことさせないで。させません。というか以前もそのようなことを。もう、これも死神の呪いかの。準備はいいよ。スイファー発射。オーケー。呪いぜ生きられた。やる気だ。こいつはどうだ？次はどいつだ？生きられた。随分変わった立ち筋。
大丈夫ですならいいけど、アイゼンの死神の呪いは甘く見たらダメだよ。その呪いって本当なんですか？どうも信じられないんですが。そういうことを言っておると、急に腹痛になったり靴ずれしたり口の中に虫が飛び込んだりするぞ。虫？姉さん、適当なこと言ってエレノア様を怖がらせちゃダメでふ。これまでにバンエルチア号を取り締まった海軍の軍艦が4隻も行方不明になっているとか、アイゼンが泊まった島の男がゴーマ病になったとか、肩がぶつかった人が笑いが止まらなくなって死んだとか。やめてください。そっちの方が怖いです。作り話だ。軍艦は7隻、島民は男だけじゃなく全員。ぶつかったやつは笑いじゃなくしゃっくりだからな。怖いでふ。だが海賊病に関しては心配いらんだろう。サレトーマの花を絞って飲めばいいんだから。花が咲いていればね。おう、それはそうだ。嫌な予感がしますね。どうだ？
レーザークラトロン豪華セミアンヒーター襲撃一刀送電の日々滑膜戦乱月流白鷺三木レーザーセイファー喝殺豪華セミアンロクの肩俺とステップ来い勝負ガタンソお話にならんわこの拳止められはしない。